はい、皆さんこんにちは。フロアアーティストシンです。つとむちゃんです。今日は、クイーンズカップの会場に今います。準備中です。準備中です。で、あそこに後ろにあるのがお花屋さん、花キューピッド神奈川の花屋さんが持ち寄ったアレンジで、この上にあるのが、クイーンズカップ の作品なんですね。これクイーンズカップの作品は撮っていいの？これから、明日クイーンズカップのとこちらの審査があるんですけど、この審査を審査員がする前に俺たちが審査しちゃおうというやっちゃうパターンなんですね。やっちゃうパターンです。でもう勝手に1位決めちゃおう。ついにどうですか？じゃあ、そういう企画にしましょうか。はい、じゃあ、勝手に1位決めましょう企画です。じゃあちょっと作品を覗いてみます。はい、見ます。何をいじけついてるんだ。はい、こちらの作品です。いや、これはすごいね。いや、もうすごいね。これはもうね、ありとあらゆるものがありますね。こちらのテーマありますからね。何のテーマがあるの？これ結婚記念日。はい、これ結婚記念日がテーマなんだ。そうで、4000円で同じ器を使ってっていうテーマ。あ、4000円で同じ器を使って、これだけバリエーションが違うのがあると。なるほどね。ちょっと待って、これすげえよ。こんなにいっぱいあんの？約200店舗の花屋があるんで、はい、だいたい190作品ぐらい。200店舗の花屋があるのに190作品で、10作品は何なんですか？まあ、出してこないところとか、もうやめるって言ったところですよね。なるほどね。そういうお店があるわけですね。いや、これは結構バリエーション豊富で面白いよね。それぞれに PR シートみたいなのがついてるの、これは？これはね、商品のコンセプトだったり、使用課題だったり、こんなほら葉っぱに書いてある人もいますよ。いつもありがとう、これからもよろしくね。これメッセージカードです、ね。なるほど。メッセージカード代わりなんだよね。ね、これもほらメッセージカードついてるもんね。メッセージカードもつけるっていうのが一つ。ああ、これメッセージカードついてなきゃいけないんだ。そう。なるほどね。はいはい、どんどんじゃあちょっと見ていきましょうね。ほら、この色鉛筆入ってるのもあるよ。ほら、これ昔こういうの作ったね。うん、昔のね。たさんのあ、パクリパクリですね。ダメですね、パクリはね。あら、ろうそくも、ほらろうそくも入ってる。サンダーソニア上向いてますか？おすげえ、このサンダーソニアが上向いてんのはすごいよ。これはい、サンダーソニアの本人。すごい、これはすごい。これサンダーソニアを作った本人です。これフラワーティーに出演です。はい、すごいな。これ器の上に器オンザ器。器オンザフレームです。あ、フレーム。フレームね。はい。なるほど。そうか。いや、ちょっとこうざっと見ていって、とりあえず見ていって、ありすぎじゃねえな。ちょっともうなんかよく分かんなくなってきちゃったの。ちょっと流しますね、ここね。軽く流していきますけど、お弁当。お、すげえ、こんなお弁当がある。暗くて見えないか。すごいな、なんだこれ。あ、マムなんだ。白いマムなんだ。ピンポンマムに。へぇー。あ、すごいすごい、明るい明るい。すごいな。これ面白いね。ケンタロウさん。